こんにちは、コーヒー桜の大西です。桜チャンネル3回目です。普段やっぱこう自分のビデオを撮って自分で見ることがないので、自分の話し方だとかこんな癖があったんだのだなとか、そういうのがよく分かってきました。やっぱこうカメラをこうじっと見つめるのはちょっと照れくさいかったりだとか、あと喋り方の特徴だとか、あ、自分ってこうなんだなということがちょっと分かってきました。では、今日はですね、コーヒーの話題で、カッピングということを、普段僕たちはするんですけれども、今日はあの午後から、コーヒーの仕入れ先で、コーヒーのカッピングをしてきて、今度どういうコーヒーを仕入れようかということを、まあ、テイスティングするんですけれども、そういうことをやってきましたので、その、あのやり方を、説明したいと思います。実際にあのコーヒーを飲むわけですが、ごくごくこう飲むわけではなくて、今日はコーヒーの種類が20種類ぐらい確かあったと思うんですけども、20種類以上あったと思うんですけども、それでも飲んじゃうともうお腹がダブダブになっちゃいますし、なかなかこう飲み比べてもわからないんですけど、コツがありまして、僕たちは、コーヒー豆の仕入れをする場合にはこういうあのスープスプーン、まあ、これ一応コーヒー専用なんですけども、こういうスープスプーンをで、ここにコーヒーが入ってるんですけども、これはあのコーヒーの粉をひいてそこにお湯を注いで、まあ、4分待って、でちょっと攪拌して、で上澄みをこう取り除いたものなんですけど、このコーヒーをあのすすります。でどのようにやるかというと、ちょっとやってみますね。このようにすすって飲むのではなくて、ちょっと吐き捨てます。ちょっと汚いんですけど、あの20種類も飲むとお腹ちょっと膨れちゃうので全部捨てます。で、あの僕なんかなかなかこうかっこよくできないんですけど、うまい人はなんか笛を吹いてるような感じでピーってパッていって、あのすすって、テイスティングをします。もう一回やります。このようにこう、すくって、このようにあの口にの中にこう、ぎゅうぎゅうすすって霧状にすることで、香りを、コーヒーの香りを取りやすく、しております。で、まあ、例えばあの普通の水なんかでも水道水を普通に飲むよりも今みたいにすすって飲むと、カルキ臭がすごくこうよくわかるんですけど、コーヒーはあの、まあ、テイスティングする場合はちょっと、まあ、あの見た目がこうあまり綺麗ではないんですけれども、こういうこうすすってテイスティングということをして、コーヒーの、まあ、品質をチェックしたりだとか、買う時の味見をしたりしています。今日は、コーヒーのテイスティングのお話でした。どうもありがとうございました。また明日。